プフロンテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村でバイエルン州南西部に位置し、オーストリアのチロル州と直接境を接する。ブライテンベルクとプフロンテンプフロンテンは、全部で46ある、オストアルゴイ軍の市町村の一つである。町域をフィルソ川が流れている。プフロンテンは、ブライテンベルク、キーンベルク及び、 ファルケンシュタインといった山のふもとの海抜853メートルに位置する。プフロン県ンの隣接する市町村はドイツ側がフィュッセン、アイゼンベルク、ネッセルバングである。オーストリア側はショートシフィルスおよびタンハイマー渓谷に属。この町は公式には15の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 南からプフロンテンを通ってキャンボーデューナムへローマ時代の物資補給路が通っていた。この谷にローマ時代の定住地があったかどうかは明らかではない。プフロンテンという名前はドイツ語では解釈できない。そこでフラントンというラテン語由来の地名によるという仮説が提唱された。これは大きな森に現在のブライテンベルクという名前がこれに対応すると考えられている。 東アルゴイ地方に残ったキリスト教家された俗州民が徐々に異教徒のアラマン人の居住地を参植していった。800年頃にこの地域のローマ語話者がいなくなる。フランケンカ・ローリング支配地域ではドイツ語とキリスト教による統一が進められた。14世紀からプフロンテンはアウクスブルク司教の世俗領土であるアウクスブルク司教領となった。世俗化により 1803年にプフロン展を含むこの市協料はバイエルン選定校料となった。町長は2013年1月からミハエル・バルトマンが務めている。プフロン展には郷土資料を展示する郷土館がある。コレクションの見どころは19世紀から20世紀の工具や家財道具である。水晶博物館も訪問することを勧める。ファルケンシュタイン上司。 ファルケンシュタイン山の山頂、海抜百2 6 8メートルに位置するファルケンシュタイン城市はドイツで最も高い位置にある城市である。バイエルン王ルートビヒ2世の建設計画はその創生により頓挫した。周辺にはノイ・シュバンシュタイン城やホーエン・シュバンガウ城などの記念碑的な建造物が数多く点在する。リート・トベルク。聖ニコラウス教会の塔が見える。 ベルク集落の見どころは、特徴的な塔と、フレスコや祭壇を含む、内装調度を有する聖ニコラウス教区教会である。その他のプフロンテンダニの歴史的な宗教建築は、主に地元の芸術家や、手工芸品業者が調度を整えたものである。ハイトレルン集落の聖レオンハルト教会は、芸術家一家であるヘール家の作品を多く、所蔵している。エッシュには、 ベルトロメウス・シュタプフ作のフレスコを有する聖コロマンレイハイドーがある。シュタイナ派の聖ミヒャエル教会は、もともとはインメンシュタットにあった重要なロココの主催団を有している。カペル集落やマイリンゲンにも美術史上興味深い教会がある。約4キロメートル北東の地方領主の上司であるホーエアイゼンベルク上司群からは、ファルケンシュタイン城、タンハイマー、ベルク、 ネッセルバンガー、ベルク、アンマーサン地やアルプス先山地方の丘陵地といった地方の帳簿が得られる。ブライテンベルク、スキーリフトのケーブルが見える。プフロン店には敷地面積1800平方メートルのスケート競技場がある。また、ブライテンベルクには多くのスキーリフトがある。2009年には第6回マウンテンバイクマラソンが3つのコースで行われ、また、 クラップ自転車世界選手権も開催された。この街には多くのスポーツクラブがあり、その練習場がある。中でもアイスホッケークラブの EV、プフロンテンが有名である。プフロンテンは、アルゴイ地方のケンプテンとオーストリアのロイテや、オーバーバイエルンのガルミッシュパルテンキルヒエントを結ぶ、鉄道路線、アウサーフェルン鉄道沿いに位置している。プフロンテンの街の経済状況は、 観光業に強く依存している。精密技術や機械製造、工学産業と並んで観光業が主な収入源となっている。この町には約5000人の宿泊客に対応する宿泊施設がある。2003年には68万人の宿泊観光客があった。ブライテンベルクバーンがブライテンベルクやプフロンテナーホフホアルペへ観光客を輸送している。 夏には遊歩道、冬にはスキー場への客を運ぶ。ハイトレルン集落に基礎家庭学校と本家庭学校がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。